散歩始まりました。今回の肩散歩はですね、岩見沢市北海道ですね、やっております。岩見沢ですね、農業とかね、あとは文化的なもの、お祭りだとか地域のなんかこうみんなでこう何かしようっていうねイベントだったりとか、そういうのが強い地域らしいですね。ちょっと行ってみましょうかね。なんかこれあやめっていう花らしいですけど、あやめ公園っていうらしいですよ。これが有名だから。あのね、同級生に聞くか、あやめちゃんっていう子がいてね、あの頃のあの人に会いに行くっていう企画ですかね、この番組って。違います。ちょっと花あるから歌う。あやめちゃんはね、すごい気が強かったんですよ。で、言葉もすごい悪くて、で当時その僕はそのあんまこう怖かったんですよ。でそういうこうなんで懐かしいなっていろいろ話してますけど、喋ったこと2回ぐらいしかねえ、今何してるのかな。会いに行くって企画だったっけ。違います。あ、違う。来ましたね、北海道グリーンランド。結構この地元の岩見沢の人とかはね、よくこうここに来るらしいですけど、でも広大な大地だからこそできる遊園地がさ、もうさ、こう密集してないような、そんな感じがこう受け取れるんですけど、すごいですよね。絶対楽しいなこれ。いや、行きたいな。行っちゃおうか。なんかね、闇川はジンギスカンが有名ということで、自販機でもジンギスカンが買えるらしい。ホエイブだ、北海道産牛。あ、これ、え、ジンギスカンで羊じゃないの。あれ、あ、ラム、そうそうそう、ラムね。これ食べれるらしいですけどね、実際に。はい、ということで闇田市散歩させていただきました。ジンギスカンがね、有名というのが分かってですね、なんか全土じゃないんですね、結構闇沢とかピンポイントで有名なんですね。そして町の文化とかいろいろこう知りたかったですけどね、多分まだまだ知らないこといっぱいあるんで、実際に来てください。ありがとうございました。